戦国堀城は大阪深井塚市橋本にあった日本の城。橋本の東南1 5キロメートルに東側には近畿川、西側には見出し川に挟まれた南北約2キロメートルにわたる山の進む山と呼ばれる標高約7 0ルの丘陵一帯が戦国堀城の跡と思われている。戦国堀城は赤前寺城を主城とした近隣の高い城と 同様市場の一つであったと見られている。小栗街道から分岐し、大熊街道の拠点であり、交通の用地であった。岸和田城と退治した時の要害の一つが、戦国堀城である。石山合戦で、石山本願寺と織田信長が戦った後、本願寺州は、根頃州や西河州と連携し、根頃寺の市場として、泉国に5カ所もしくは7カ所の築いたと言われており、 戦国堀城もその一つである。追記念に関しては、不明な点が多いが、1577年、信長の奇襲攻めの時には、根頃州や西下州の中には信長に加勢する者も出て、結局城を守る根頃、西河州は、信長と戦わずに城を捨てて、回路撤退した。その後、それより、さらに強化され現在の戦国堀城が築城されたと思われている。 この時の戦いの様子は、戦国堀城攻防戦も参照。その織田信長も本能寺の変で亡くなり、静ヶ岳の戦い後、天正11年11月、豊臣秀吉は、岸和田城に中村和氏を入城させ、根頃州、西賀州の備えとした。中村和氏は、行動を開始、先週中の自社領を没収していた。これに反発した根頃州、 西夏州連合軍は、中村和二と小競り合いが続いたが、根頃衆、西夏州連合軍は戦を仕掛けた。翌天正十二年一月一日、早朝から根頃衆、西夏州連合軍は、中村和二がいる、岸和田城を攻めたが敗れ、同月三日、逆に、中村和二は五箇所の市城を攻めた。これに、危機感を覚え、境に向かっていた、別道大八千兵が、 救援に来たので、同月16日、中村和氏軍6000兵は、近畿川を挟んで退陣した。最初は、鉄砲戦となり、後に、やり合わせとなったが、最終的に、根郎州、債化州連合軍は敗れた。その後、根郎州、債化州連合軍は、徳川家康に使者を送り、欠板連盟上を差し出し中誠を誓ったと。 大田城由来並び合衆遺書記に記載があるが、この資料には問題があるとする指摘もある。畑たけ戦、根頃州、埼下州連合軍は再び兵を挙げた。同年3月18日、根頃州、埼下州連合軍と戦国堀城を含む5カ所の市場州が加わり、陸路隊、海上隊の2隊で岸和田城に向けて進撃を開始した。 両隊は泉大津まで兵を進め、岸和田城周辺地域を焼き討ちして回った。同月19、20日は雨のため戦闘がなく、21日は根頃州、埼下州連合軍は130層を繰り出し、陸路隊も境あたりに進軍した。また別動隊5000兵が岸和田城を攻城したが、中村和二に打ちまかされた。岸和田城内には769種が並んだ。 また、小木城、鳥取城、赤禅寺城は落城、焼打ち、畑中城、沢城は焼打ちされ、接収された。二十二日に、堺に向かっていた隊は引き上げたが、その夜、岸和田城に攻めかけ、佐野に帰った。この時の状況を、天下道乱の色見はある。いかがなり行くべきか、心細き者なり、神女に任せ、闇として、明け暮れるまでなり。 橋なきこと、橋なきこととし、混沌とした状況を記している。豊臣秀地蔵、随戦地蔵根頃でじろず、岸和田市立郷土資料館蔵その後小牧、長久手の戦いで、同年11月になると、豊臣秀吉は、織田信を徳川家康とは牧し、徳川家康も浜松城に引き上げると、本格的に、秀吉の奇襲攻めを開始することになる。最初は、 翌天正13年3月1日、小早川高影軍船が出港し、中村和二仙国秀久、久喜吉高の水軍と交流し、奇襲票の警護についた。先発隊として、豊臣秀次が3万機を従え同月20日、大阪城を出発、ついで同月21日、豊臣秀吉は10万余機を従え出馬した。豊臣秀吉は、 同日八つ半時、岸和田城の国高周辺を見めぐった後、すぐに軍議に臨んだ。東国第一の県城を攻撃すべきと主張したのは、中村和氏で、豊臣秀吉も午後4時頃に即時攻撃の決断を下した。着人早々の攻撃には、沿道の人々を驚かせたようである。この時、戦国堀城には、弓の名手大谷洋人法院が城主としており、 そこに鉄砲で武装した千数百兵で守っていた。戦国堀城攻めの大将には、豊臣秀次が当たり、これに堀秀政、筒井淳慶、長谷川周一らが続き、さらに田中義政、渡瀬茂戦、佐藤周方ら三千兵が加わった。戦闘は、同日の夕刻から、翌日の未明にかけて行われたようで、まずは大手門に取り付き、 二の丸の柵を破り空堀に入った。この時、二の丸にいた、上兵三百余りの首を打ち取り、本丸にいた上兵に見せつけた。しかし、本丸は攻めあぐね、豊臣秀次軍の千名ほどの死者が出た。豊臣秀次軍は攻め急いだが、堀は深く、本丸に続く橋は取り払われていた折、簡単には落城しなかった。この時、秀吉自ら鉄砲を取って戦ったという。 時給戦になるかと思われた頃、筒井巡警隊が放った火アが城郭を焼き、火薬箱に引火して爆発を起こし、これに乗じた、豊臣秀次軍は攻め、城内にいた根ゴロは打ち果てた。落城の後は放火されたようである。畑中城は中村和ズの攻撃を受け強固に抵抗していたが、戦国堀城の落城が伝わると自焼きして落ちさ、した。 小栗街道に沿う赤禅寺城は、矢倉がいくつか立ち9500兵が守備、沢城も6000兵が守備、双方とも、根郎州、西下州連合軍の鉄砲隊がおり、堅固な城となっていた。赤禅寺城には、細川藤高、細川忠興、賀茂氏里が、沢城には、中村和二、中川秀政、高山昆布が攻めかかったが、落城しなかった。この時、 豊臣秀吉の命で、豊臣秀次軍は、休息を取っていた。豊臣秀吉は、占い藩、西良鎮を仲介とし、同月22日に、赤前寺城、翌23日に、沢城が和睦に応じて開城した。城は放火されず、残ったようで、根頃州、西賀州は、それぞれの領地に引き上げていった。先週に十三カ所あったと伝えられた根頃寺の、出城は、 三日間で、豊臣秀吉の軍門に下り、木の国に向けて進軍することになる。この後の戦いの様子は、根頃、小川、西が炎上及び、第二次大田城の戦いも参照。この戦いではいくつかの書状が現存している。橋場秀吉の金星は、天正12年10月27日のもので、海塚一帯に向け同地区の安全を確保した。しかし、 この時すぐには出軍とはならなかったようである。橋場秀吉の主因状は、茨城城城主の中川秀政に、天正13年3月21日までに、大阪城に着陣するように命じたもので、この主因状にあるように予定通り3月21日に、出軍、同日中に、岸和田城に入城している。ネゴ寺ジ連所城は、ネゴ寺から、占い藩、再領地に、 豊臣秀吉が出陣が迫り、貝塚周辺の状況を知らせるように伝える、伝書状となっている。占い班、裁量鎮は、豊臣秀吉とも関係が深いと思われているが、寝頃寺とも一定の関係が伺えることができる、資料となっている。戦国堀城と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに、作成戦国堀城は、 二重の残酷を巡らし、四周に大小多数の池が散在し天然の備えをしていた。東西32件、南北12件、東堀、西堀、南堀、北堀が、それぞれ二重としていたと記されている。現在遺構が確認できるのが山の進む山と呼ばれる一角だけだが、南側の丘梁とため池は、自然の地形を利用した溶害となっていたと見られている。 職位古行の例戦国掘り場の四角部分は四十七十メートルで周囲には横掘りを巡らし、北側には本丸へ続く食い違い古行を設けている。横掘りのさらに外側には土塁、帯狂わを巡らしている。四角下の横掘りには掘り内部に低いながらも仕切りがあり、防御の分担が行われるようになっている。横掘りに仕切りを設ける上角技術は、 紀の国の鷹の三形状閣の一部に認められ、戦国時代後期から広く共有した追記技術となっている。ありがとうございます。